とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスラッシュ。難しい方のボスラッシュ、行ってみようと思います。最近ちょっとクリアできてなかったので、今日はクリアを目指します。作戦を考えました。まず最初に、輝くローブの、帯電カバンビルド。これで進んでいきます。で、23ぐらい。ステージ23ぐらいで、一度アーティファクトをこれに変えます。エリクサーのカバン。で、これで影のブリューをたくさん出して、で、ラストステージは影のブリューを使いながらの怒りで攻撃していく。それでどうでしょうか。試してみましょう。行くぞ！それでは、行きましょう。最初はね、特に問題ないんで、このビルドでサクッとやっちゃいましょう。で、いきなり敵が迷子だぞ。敵が迷子。で、23に行くまでに、さ、矢をね、1000本ぐらいは集めときたいのよね。1000本ぐらい集めとけば、まあ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 、多分大丈夫。まあ途中途中で、ソウルを使って無限増殖をして、で、それで増やしていこうか。やっぱり矢がないと、影のブリューも増やせないし、ダメかな。まあ、影突でもいいだろうけども、影のブリューの方がたくさん出せるので、こっちの方がいいかな。それで今日はちょっとやっていきましょう。ちょっとキャプテン多いな、今回。別に倒すこともないんだけども、キャプテンは一応始末しましょう。どこだ？こっちか。あ、いたいたいた。てか、矢が出ない。矢が出ない。まずはね、矢を出したいのよ。矢を出して、あ、出た出た。オッケー。では、ウェーブ4が終わってからしようか。ウェーブ4が終わってからやっていきます。じゃ。ちょっと待って、どこ？どこ？あ、いたいた。はい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 。OK。いいかな？じゃ、ちょっと、矢を増やして、ステージ21とか22ぐらいからスタートしましょうか。今20です。で、ここで増やしていきます。早めに増やしとけば、その分保険になるからね。で、別にね、これ増やすまでもなかったかもしれない。結構今回、影のブリューが敵から出てるので、そこまで必要ないかな。あまりに出しすぎてもね、重くなるのよね。結構重くなるので、まあ、各地点に3つずつぐらい置いてあれば、多分足りるかな。3つずつぐらいあれば、多分十分だとは思います。なかなか出ないな。いいか、そろそろいいか。ちゃんと全体的にあるね。あ、こっち側がないな。こっち側、あと1個影のブリュー出たら OK。 いいですね。では行きましょうか。危ね危ね。これで準備は完了です。とりあえず24クリアするまでは、この帯電でやっていきます。やっぱこの帯電が早いもんね。これがね、めちゃくちゃ早いんで。おい！なんかすごいな！オッケー。ポーションバリア使ってさえいれば、まあ何度でもなるからね。大丈夫っす。オッケー。で、あ、お前で終わりか。あ、違う。あ、出た出た。ちょっと待って、最後の最後で動かなくなった。もう、いや、もう最悪だ。あぶねえ。で、こんな時にはこれだね。影のブリューを取って、ああ、あぶねえ。保険になるね、やっぱり。すごい保険になる。いけ。ああ、またもう
保険を置いてたにもかかわらず、やっぱりね、そうなっちゃうんだ。あ、こっち倒そう。OK、倒した。問題はね、ここじゃないのよ。ここはまあまあいけるぐらいなんで、問題は、最後。ですね。多分ね、これもね、あれだわ。カバンじゃなくって、近接で倒せば、多分もっと簡単にいけると思うんだ。なんで、装備次第よ。OK! いけたー。あぶね、えらい、こっち、えらい、こっち、ちょっと待って待って待って、動け。なぜに ?OK! はい、ちょっと休憩。あ、そうか、これは。いけるね。回転じゃなくてもいける。じゃあ。まだいるな。わあ、もう動けなくなった。最悪。ところどころにさ、あいつが隠れてるっていうのが、うっとうしいね。やばい。休憩。あぶねえ。危ねえな。うわ、すっごい数だな。行くぞ。出た。また動けなくなった。奴らが隠れてるとほんとやりにくいんだって。で、どこだ？あとの奴らが、あ、いた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 。よし。ラスト。待って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 。オッケー。ちょっと装備変えましょうか。キノコ、キノコいらんか。あ、いや、一応入れるか。キノコとドラと、で、防具はまあまあこれでいいとしよう。うん。んで、怒りの、ダイナモ、いや、もうこっちでいいか。いつも使ってるこれで。行きましょう。装備してる？してるね。怖いって。しゃ。一回一回ちょっと逃げろ逃げろ。あ、逃げなくてもいい状況にある時があるね。オッケー。ちょっと待って、毒で。しゃ。オッケー。めちゃくちゃいい感じ。しゃ。これは余裕だわ。あ、危ねえ。これは余裕。あ、こんなにたくさんいらんかったな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。しゃあ。で、あとどこだ？多分倒してるもんね。危ねえ。見えない、見えない、見えない。本体どこ？本体。見えないところがあるな、やっぱり。ちょっと見えない見えない見えない。オッケー。あと何体だ。分かんない。敵の数が全く把握できないよ。お前まだいるんかい。おめえまだいるのかい。よし、まあまあ倒したでしょう、これで。いや、倒しきれてない。倒した。いやー、マジでか。ちょっと待って、やばいやばいやばい。オッケー、逃げろ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 。とりあえず一体倒した。あと一体ぐらいじゃない？多分あと一体ぐらいで終わるとは思うんすけど。よし、ちょっと待てよ。あー、それするなって。いやー、無理か。多分倒しきれてない。倒しきれてないね。これで終わりだ。よし、いけたー。はい、という
ということで今日は高難易度のボスラッシュクリアできました。影のブリューを使うとまあそこそこ安全に、まあ確実ではないけどね、まあそこそこ安全にはいけるみたいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。